井口由香がなんとなく聞いたことがあるけれどわざわざ行かないスポットを陽気に練り歩く井口由香の愉快なお散歩。前回デパートの屋上によくある乗り物を運転しストラックアウトでは見事ゼロ枚という大記録を残した井口さん、そして今回ついに念願のあの動物とご対面。やばい、超かっこいい。東武動物公園といえばやっぱりこの動物、ホワイトタイガー。彼私に興味津々ですよ。これだな。こっち来いよ、ほら来いよって言ってますよ。見てください、ほらこっち来いよ。しょうがないな。来たこんにちは、私来たよ。おーい、大きい猫ですわ、大きい猫ですわ。にゃホワイトタイガーの子供たちは大きくなったため隣の広い運動場へ引っ越しました。そちらでご覧くださいませ。お母さんですか？じゃああなたは。かっこいい、こりゃ縁起もんだ。あれタイガー、お願い聞いてほしいよ。あーこんにちは。かわいいですね。すごいなんかもう元気元気、お花がピンク。そう、ちっちゃい方が、去年の3月16日生まれたばかりです。まだ子供なのにめっちゃ大きいですね。もうそうですね、すごい。へえ、よかったら近くで餌をあげながら見てみます。いいんですか？どうしようかな、どうしてもって言うんだろう。早く行きなさいよ。失礼します、失礼します。すごい。でこの棒を使って網の奥まで入れていただければ。やっぱお肉食べるんですか？肉ですね。すごい。誰にあげたらいいですか？お母さんですか、やっぱり。お母さんでも何でも。誰でも？誰でも大丈夫。気をつけてよ。はい、行きますよ。ご飯。いぐいぐー。あげる。誰が結果食べた？結果誰が食べたの？この子。はい、アースって名前。三男。アースくん。すごい。みんな男の子なんですか？女の子が1頭だけいて、はい、女の子だけまだあげてないので。あ、なるほど。女の子がこの子。この子、はい、すごい、すぐにわかる、さすが飼育員さん。男の子に負けるな。あげるよ、今だ。違う、今だ、今だよ。違う、お母ちゃん、今だよ。はいはいはい。取られたね。アクア君はよく食べる子、サンなんですか？アクアは次男。あ、次男です。この子ですね、今だ今だよ。はい、あ、ごめん、私が下手だった。行くよ、行く、行く。ちょっと待って。はい、あ、行くよ。あ、諦めないで、諦めないで。行くよ。いや、あ、ごめんなさい。あ、はい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 、下です。ごめんね、ちょっと汚れちゃって。大丈夫、汚れちゃったお肉でも大丈夫ですか？食べれたね。ご飯は1日1回なんですか？1日1回です。向こうにあるプールは冬でも入るんですか？入らないです。性格は猫みたいな感じなんですか？ちょっとちょっと聞きすぎじゃないの？このボロボロになってるんですけど、あれはもうこんなに大きくなったらもう触ることなんてできないですね。井口さん、ホワイトタイガーが本当に大好きなんですね。ありがとうございました。とっても楽しかったです。ありがとうございます。はまた見に来てください。ぜひ来ます。ありがとうございます。お世話頑張ってください。ありがとうございます。どうも。かわいかったですね。他にもまだまだいっぱいいるみたいなので見て回りたいと思いますが、何があるのかな。ポニーだ、ポニー乗馬コーナー。前回お散歩の時に馬に乗ろうとしたら、あ、今日はちょっとやってないんでみたいな、ありましたよね。ありましたね。今日は東武動物公園さんならば乗れるかな。ポニーに乗りましょう。あ、そう、次回、愉快な動物たちと触れ合う。え、触れ合う。